人間でさ、一断食って流行ってるの知ってます？聞いたことあります？別に断食って言ってもただ食事の取り方だけなんですよ。男の人だったら8時間、女の人だったら10時間、この時間内に食べる。そうそう、ない時間を、食事がない時間を男だったら16時間、女の人だったら14時間作ると。まあ、もちろん水は飲んでいい、24時間で。こういうふうにするとですね、断食効果が得られると言われますね、本格的な。で、まあ、なかなかしんどいですね、8時間だけにするとか10時間で。だから例えば朝8時に食べたら夕方、8時から8だから夕方4時までしか食べない。まあ、一番簡単なのは朝抜いて昼の10時に食べて夜の8時までだよ、男にしちゃってね。そういうふうにするとまあできるんですけど、何がいいかというと血流が良くなるんですよ。血流が良くなると、あの、炎症を抑えられる。で、年取ると老化しますよね。で、老化するのの一番の原因はこの慢性の炎症なの。そうすると血流が良くなってると慢性の炎症が抑えられるから、アンチエイジング的なことも考えられるし、血流が良くなれば美肌効果もあるだろうし、頭も良くなるだろうし、いろんな体の機能が高まる。だからあと12時間こうしてお水しか飲んでないと、やっぱ体が飢餓状態になるから、12時間こうして食事が食べてないと、やっぱそれで勝手に体を 血流が良くなって、各体の機能、内臓機能を高めようという、そういう自然の働きがあるんですよね。だからない時間を作る、まあ、いきなりこんな風にしろっていうわけじゃないですよ。とりあえずまずは24時間食事が置いてあるんだったら、まずない時間を1時間作る、2時間、3時間、そういう風にして、水は24時間ないとダメだけど、食事のある時間をもし可能だったら10時間にしといて、残りの14時間はお水だけにするともっといいかなという。日中のお経はじゃあしない方がいいんですか？うん。からあと、まあ、もしするんだったらドライのペレットを置いておくとかね。食べれんことはないんですよ。食べれるんですよ。ただ柔らかくて口当たりのいいものの方が食べないから。だけどもない時間がさ、そんなにあればさ、ペレットしか食べれば置いてなかったらさ、食べる子は食べますね。昔一回本当にペレット食べましたんで、ペレットしかあげない期間を作ったんですけど、そしたら半ストしちゃって、3日4日食べなかったんですよ。あ、本当。そういう子はいますよ。あれはちょっとなんかさすがにそこまで食べないかなと。だからまあ別にふやかしたのやっても全然悪くはないんですよ。だからずっとふやかしたのやる人もいいんだけど、まあ私はそれよりもない時間を作った方がいいかなと。ペレット食べさせようと思ったら、それでない時間を作っといて、あの、最初にペレットをちょっと2時間置いておくと、お腹空いて我慢できなくなったら食べる可能性はありますけどね。ただその代わりケアしなきゃダメですよ。コミュニケーション、さっきのしけの基本とかそういうのを使ってコミュニケーションを しながらやらないと、心の問題が出てくる可能性があるから、特に人慣れしてる場合はと思います。じゃあこれは人間の話なんですけどね。でも動物でもね、使えますよ。私、あの、すごい太ってる動物たまにいるんですけど、そういう子たちにまず食事のない時間を作りましょうという話します。で、この子は太ってるわけで、痩せてるわけなんだけど、それでもやっぱり体の血流を良くしてあげて、体の機能を高めた方がもしかしたら増えるかもしれないけど、やっぱりない時間を作るのはいいかなと思いますけど、ね。さっきの口の中白いのに影響しますか？してる。口の中が白いということは、ね、貧血なの。貧血ということは酸素が足りてないのかな。酸素というのは赤血球で運搬してるわけだから、で赤血球というのはタンパク質でできてるわけなんで、タンパク質というのはアミノ酸で作られてるから、バランスにご飯作っていいアミノ酸を取り入れてこう作っていかないと。そんなに薬飲んだからあの白っぽいのが治るわけじゃないからさ。だからちょっともしかしたら栄養のバランスが偏っているのかもしれないなと。タンパク質ももちろん必要なんですけどね。だからあと例えばね、手作りフード、もうモンガフード食べんと、この子は。そういう子もいるんですよ。そうすると基本タンパク質、それから炭水化物、脂肪は考えないで、あとまあ野菜、これをまあ大体重さで1対1対1にする。
そうするとまあ完全とは言わないけど、まあまあのようなバランスで取れるかなと思いますね。タンパク質の代表的なのはささみとか豆腐とか炭水化物はお米とか、野菜はまあニラとかネギとか玉ねぎはやめてるとかいいけど、それ以外の野菜だったら何でもいい。だけどどうせならさっき私が言った、ね、筋肉を作る成分が入った野菜のをどれか一つ入れてね、一体一にして手作りすると。だけどこれ大変だからさ、その中でもよってこれしか食べんとかだとバランスよく作ってもそういうふうにならない。ミキサーで混ぜちゃって、うん、いいですね。そうすると、ね、ドロッとすればバランスよく入りますよね。だけど別に手作りフードを作れっていうんじゃなくて、もし作るんだったらこうやってバランスよくやった方がいいよと。そうするとモモンガフードの食べが少ないから、今7割だから、ごめんなさい、モモンガフードが3割だから7割のやつをこういう意識で混ぜてやった方がいいかな。そしてまだ栄養のバランスがいいんじゃないかなと思いますけどね。すいません、参考まで、はい、そんな一応